ないとさすがに退屈だよね。どうしたシャーリー。あ、パパ。ねえねえ、そろそろ潮時なんじゃない？帝国がすごいことになってるし、あっちの方が楽しくないかな。共和国の方もいろいろと面白くなってるみたいだし。今回の仕事はまだ残っている。そんなに暇なら小僧あたりとじゃれ合ってきたらどうだ。魔人化してたらバルドも悪くないんだけど、やっぱり元のままだと弱っちくて話にならないし。に出かけてるみたいなんだよね。だったら結社の連中あたりとし合ってみたらと。少なくとも退屈はしないだろう。シャーリーとはなんか相性が悪そうなんだよね。あのすごそうなお姉さんには絶対に勝てなさそうな気がするし。さすがにわかるか。まあそう腐るな。どうやら奴がマインツ方面で動き出したぞ。あれだけ叩きのめされたのにまだ挑んでくるつもりなんだ。侮るな。奴は強い。多分お前が見くびっているよりもな。まあいいか。そっちはパパに任せるよ。ああそうしておけ。お前にはお前の遊び相手がいるだろうからな。え、カルバードの方に帰っちゃったんじゃないの？アルモリカ方面でヘイウェの動きを察知しました。どうやらクロスベル襲撃以降。さ、どうやらまだまだ楽しませてくれそうだ。ああもう、あんなメガネなんてどうでもいいって。結局アルカンシェルじゃ決着はつけられなかったし、今度こそ徹底的にやり合って。さすがは。嘘ですよね。だってバルドさんはいつだって
頼りになる最高のヘッドで、あの鬼が、みんなをめちゃくちゃにした化け物がバルドさんなんて、そんなの嘘ですよね。止まれ。バルド・バレス、まさか戻ってくるとは。これ以上旧市街をお前の好きにはさせない。何としても止めさ。君は一体何がしたかったんだ。あんな化け物になって。おまけに可愛がってた手下たちをあんな風に。ひどすぎるよ。そういえばもともとよそ者みてえだし。バカにする。あの二人なら必ず戻ってくる。何？事情があるそうなんだ。それで町は離れるけど。何のことかわからないけど。なるほど。どうやらあの時の続きができそうじゃない。そうだろ。マジ！さてと、すでに減塩計画は帝国の方に部隊を移したし、ここからは予定通り。ええ、帝国方面の段階が進むまでは。現時点でゼロの司法の力は、さらにオリジナルが持っていなかった潜在能力すらどこまで進化させられるか。博士ノリノリだね。そういえば彼らの方もやっと動き出したみたいだけど。むしろ好機でありましょう。我らとの立ち位置の違い、今後のためにも目。私はここで人と神をつなぐ究極のインターフェースタリエルカをね。支援課の他のメンバーは別の場所で保護しています。ロイドさん一人こんな場所に交流するのは申し訳ありませんが。俺のことはいいさ。でも
保護っていうのは一体何かな。君だってもうとっくに気づいているはずだ。クロスベル氏の襲撃を企てたフラよ、君の妹さんを傷つけたのだ。それでも私は、それが国防軍に名を変えた以上軍人としての責務を果たすだけです。そうでないとクロスベルは本当に、ノエル、キーアちゃんのことだってこのままでいいとは思えません。結社みたいな得体の知れない連中の力を借りることだって。でも帝国軍は本当に、命中したら何百人もの犠牲者が出たかもしれない大量破壊兵器を。だったらすみません、ロイドさんにこんなこと。交流期間もクロスベルが危機を乗り越えたらきっと釈放されると思いますから、だからどうか。あの時俺はろくな言葉を返せなかった。それだけじゃない、キーヤが思い詰めていたのだって忙しさに翻弄されるだけで、本当に守るべきものも守れずに、キーヤの素性にしても兄貴を殺した犯人にしてもちゃんと突き止めようと心に誓ったはずなのに。ガイ・バニングス、兄貴を殺したのも。ああ、その通りだ。ごめんね、今までありがとう。大好きだよ兄貴。やっぱり俺兄貴に全然追いつけてなかったみたいだ。だってもう俺はどうしたらいいか、それさえも。ざまあねえな。俺たちを追い詰めてパクったリーダーがこんな場所で半年以上。放っておいてくれ。あんたがこの場所にいるのはどう考えても自業自得だし、あんたたちを逮捕できたのだって運が良かったのが重なっただけさ。そうだ、別に俺たちは実力で。ま、無理もねえが、噂を聞く限りとんでもねえ状況になってるみたいだしな。 IBC 総裁が全ての黒幕で、今や独裁国家の大統領、赤い星座やら結社やら国防軍に風の牽制まで。トリプルヤグマンどころの話じゃなさそうだな。ま、今は嵐が通り過ぎるの、ま、この状況で抗おうなんて、てめえの兄貴みてえな。そういえば、ふん、面識というほどぬるいもんじゃなかったがな、こちらがいくら脅しつけても懲りもせずに嗅ぎ回ってくる。かと思えばばったり屋台で出くわした時に平気で一杯進めてきやがる。厄介で忌々しい若造だったぜ。ま、殺しても死ぬような弾には見えなかったが、世の中なんてわからねえもんだぜ。兄貴はずっと抗い続けていたのか。ああ、うち以外にも首を突っ込んでたらしいからな。大物議員の汚職から帝国と共和国の諜報活動、呆れるくらい精力的だったのが。まっ、おい、ガイ・バニングスってのは別に、キレと凄みで言うならマクレインの方が上だろう。絡めてと根回しだったらセルゲイの方が上だろうしな。合理的な判断と処理能力なら一家のダドリーの方が上。つまりは。それは考えてみれば、奴に抜きん出てたところがあった。せいぜい、あ、それが多分半端ねえ行動力につながったんだろうし、大物相手にも食い下がれる原動力になってたんだろう。それでいて周りが見えてない、空気の読めなさもなかったし、なんだこの若造はって。と、いいか、ロイド、男だったら目の前のものに体当たりでぶつかってみろ。てめえの心で
てめえだけの真実をつかみ取ってやるんだよ。そうすりゃてめえが何をしたいか見えてくるはずだ。多分兄貴の諦めの悪さは、それも身内だけじゃなくて、その意味ではあんたたちルバージェですら守る対象だったのかもしれないな。何？多分兄貴は体当たりで今のクロスペルを作ってきた流れを、その上でクロスペルそのものを自分なりに守ろうとあがいていた。そいつはバカ以上のとんでもねえ。お、ああ、俺は到底そこまでバカにはなれない。でも兄弟だけあって似ている部分もあるみたいだ。何？てめえ、ま、ここから逃げ出すつもりか？逃げ出すんじゃない、真実を見極めに行くつもりだ。クロスベル警察、捕らわれたみんなを解放してキーヤを取り戻すためにも。てめえも十分。お、ガルシア、見せてみろ。この状況でてめえという男にどんなことができるのか。覚悟と決意のほど。なんだ、奥からみたいだが。おら、その程度がガキ。喧嘩？おい、やっ、てめえのせいで俺たちはこのままぶち殺して。ダメだ、仕方ない。ああ、け、やめろ。それ以上やると撃つぞ。俺としたことがつい熱くなりすぎちまったようだ。貴様、ここに入ってからずっとおとなしくしていたと思えば。いいから下がって両手を上げろ。いくら人手が足りないとはいえ、おい、とにかく医者を。いや、気が咎めるな。俺を殴ってくれとか言い出しやがった時はなかなかの策士じゃねえ。あんたこそ迫真の演技だったよ。ほんおかげでそれっぽくなっとったろ。約束通りここから出るまでは協力してやる。で、ここは拘置所の3階、詰めている兵士も少ないはずだ。なんとか巡回を突破して1階の出口から脱出しよう。久々に俺も